もうほぼ見たな。龍馬くん見たよね。もうこの辺じゃあ飛ばしていきますね。もうほぼ見たんで。どうですか売上は。ぼちぼちやな。ぼちぼちですか。悪くはないんだが、目の前にあんな喫茶店があるとやっぱり霞むな。くそくそ。なんで隣なんだよっていう。こんな時まで邪魔すんのかよ。別に邪魔してるわけはないやろ。何にしても思ったよりは売り上げが伸びてないのは事実ですね。そうやな。もうちょっと頑張らんと。さあどうする。トップは難しい。なんかいい方ね。お、なんかかいるじゃないですか。お客さんなら目の前にいっぱい。なるほど。目の前。喫茶店の行列の人になんかサービスするってこと？あ、そうです。行列待ちの人にそうなんか持っていけばいいんだよね。うん、売ってあげればいいんですよ。それはええけど、これから喫茶店に入る人間がたこ焼き少ない個数で売ってあげればいいんですよ。今8個で200円ですけど、半分にすれば。ああそうか、ほんまのカレーおやつやな。それやったら売れそうや。でもそうか、それで売り上げになんのかってことは半額で売らなきゃいけないってことでしょ。売り子になって回ればかなり売れると思いますよ。それも本当にあれだな、売る人のビジュアルも重要だな。いいじゃんそれ。まあ、ね、こいつらなら大丈夫か。そうやな。やっと一段落ついた。一気に売り上げが上がりましたね。アイディアだな。いえそんな。ユシ、こっちはいいから二人で休憩行ってきな。ええんか。二人きりだぞまた。まあ一応回ってるっていう設定ね。こんなしかいないもんね。選択肢が なさすぎない。ちょっと結局こうするしかないよな。佐伯とか残りの人に行くしか。海でも優しい感じします。佐伯。そうだよ。ところで押したり。かわいいよ。羨ましい。そうだね、羨ましいよ。あのその先輩、冗談冗談も置いて本気でも仲が良さそうでいい。相変わらずですね。もう付き合っちゃえばいいのにね。お化け屋敷か。結構雰囲気出てますね。こういうの苦手か。得意じゃないです。ああ立花、ほなここは不動峰の模擬店やな。そうだ。お嬢さんが苦手やん。言うそうか。もうすぐ模擬店コンテストの結果発表ですね。で結果1位ということになりますね。これたこ焼き氷堤学園の氷堤学園やったぜ。これ後でも言うのもかなりね悔しいだろうね。やりました。たこ焼きが売り上げアンケートともにトップです。ほんまや。勝ったん、ね、下克上だ。これは下克上だな。まさか俺様の喫茶店を出し抜くとはな。ま、よくやった。すげえすげえ。やるじゃねえか。たこ焼き屋のおかげで協定が総合で優勝です。総合では優勝したんだ。多少の誤差はあったが俺様の予定通りだな。うっす。皆さん本当におめでとうございます。ほんま、ようやってくる。そんな私は少し手伝いしただけで。いや、自分がいろいろアイデア出してくれたから。ありがとうございます。そうやけど、これで学終わりですな。そうですね。という形で、最後告白という形になります。
社交ダンスかステップの解説書はもらったけど自信ないし。踊らへんのか。あ、ユシ先輩。せっかくのだ。ち、俺、何。先輩、他の人と踊る約束じゃないですか。そんなもんあるわけない。どうや。って感じで踊ると。自信ない言うとったけど。でも踊るのは押したり選んだ場合かぐらいかな。踊る設定。これからずっと俺にリードされてみひんか。お、いいね。うまいな、なんか口説くの。はあ、確かに。まあずっとそんな感じよね。ずっとちょいちょいアプローチ押したりかけてんのに、私は鈍感だよね。もうちょっと驚く。ダンスに誘ってもらってありがとうございました。最後にいい思い出ができました。あのな、今から言うことを真面目に真面目に聞いてくれ。はい、何ですか。前に知らん子からの告白シーン見られたことがあったな。はい。あの時なんでかお嬢さんには話しやすいって俺が言うたの覚えてるか。はい、覚えてます。あの時先輩不思議だなって言ってましたよね。ああ、ほんまに不思議でな。考えてたんやな。はい。考えても考えても答えは出んかった。せやけどな、答えが出えへんのが答えやって最近やっと気づいたんや。それってどういう。俺な、お嬢さんのこと好きなんや。え、人を好きになるのになんでかって考えるのはおかしいやろ。先輩、考えてみればあの時の子は俺が好きやのうて天才と呼ばれてる。俺テニスが上手い俺だけが好きやってんな。俺自身のこと何も見てなかったんや。先輩自身のこと。お嬢さんは見てくれてるやろ。いや、見ようとしてくれてる。それができるよ。だって好きな人のことは知りたいと思います。知っていきたいと思うじゃないですか。そうや、俺もそう思う。ほんでこれからお嬢さんのこと。ユシ先輩、お嬢さんはどうや。俺のことをもっと知りたい。私も知りたいと思います、ユシ先輩のこと。理由はうまく言えないけど。けど。ありがとう。理由はいらないっていうことね。まあ、という形でした。綺麗ですね。気に入ってくれたか。はい、とっても素敵です。そうか、これをお嬢さんに見せてやりたくて。おお、そういうのも用意してくれたんだ。けどそろそろ帰る用意した方が良さそうやな。そうですね、名残惜しいけど。しかしさすがにクリスマスやな。話カップが多い。まあそういう俺らもその中の人。今さら照れることもないやろうに。そう言いつつも俺が。お前はほんまに可愛いな。はい、来年もまた。はい、絶対に。なあ、ユシ先輩大好きです。俺も。おお、なるほど。なんかね、うまくリードしてくれるよな。いいじゃないですか。でも一回ぐらいね、眼鏡外したところか見てみたかったっていうのは正直あるな。ということで、ラストじゃん。まあラストかわかんないですけど、立会いきましょうか。じゃあ永井あやねいきます。一回、いきましょう。さあ誰で行くか。まあちょっとまだ迷ってるけど赤谷かな。ちょっとね、毒ある感じの やつの方がさ面白くなりそうな気もするし、まあ二王でもいいけどね。うん、二王でもいいかな。さあ立会はどんな、なんだっけ、何やってたっけ立会って。
全員揃ったようだな。まず彼女は合同学2年の永井彩音です。よろしくお願いします。彼女にはテニス部担当としていろいろとサポートし、真田副部長、今回の学園祭に評定の後部が関わ。本当だ。何やら裏がありそうじゃの。ただの資金提供でしょう。裏があるというよりこれは挑戦。挑戦状？どういうことよ。今回の学園祭は各学校のテニス部は予選参加でまあバトルするみたいな。話は最後まで聞け。対抗戦。なるほど。うん。たとえ模擬店というテニス、それが我が立体。あと13巻のアトラクションもあります。アトラクション、バンド、演技、中途、何でも構いません。こちら他校のテニス部と組んでもいいです。おお。アトラクションは、そりゃすげえ。こりゃこっちも手を抜けないな。あれジャッカルもいけるんだっけ。当然だ。どうなの。やるからには狙うは勇士。立体の誇りにかけて人気キャラだ。無様な真似は見せるな。柳もいけるよね。確かに。なんか一回は生きるキャラが多いな。夏休みの宿題が溜まっているものへの配慮。さあ立会は3人がすごいからさ。そうっすね。あの3年の3人が まとめ役が多いよな。しっかりしてる。スケジュールの詳細や逆に言うと3年が抜けちゃった時にどうなっちゃうの。これから配るプリントに記してある。各自よく読んで。赤谷とかがちょっと部長って感じもしないしな。さあ立会来ましたね。本命ではある。自分の中では本命である立会。よし、では我が立会大付属の模擬店を。俺はおしることかの店がやりたいぜ。おしるこか。食ってないな全然。おしることか。本当にやっぱ学生時代のさ、やっぱねえ模擬店とかの食べ物ってなんか普段食わないんだよね、あんまね。先輩らしいっす。面白そう。シルコね。俺はゲームコーナーで、まあ、缶で売ってるけどね。なかなか選ばないよな。ゲーム。おいおい、そん。具体的にどういうのっすか。まさかゲームマシンを置くわけじゃないっしょ。ゲームマシンじゃなくて、まあ、なんかゲームする、ね。アイデアとしてはテニスの道具を使うっていうじゃん。ああ、そっか、あれやってた。ビンゴやってたわ。ボールは。そうか、ビンゴやが2号と若谷だから、そうか、どっち選んでもビンゴになるのか。いいね、よし、この2人のどちらかにしようと思ったけど。そうやな、そういうのはルール違反か。そんなことはないです。ただ景品の原価は売り上げが引かれるシステムになりますが。名付けてスマッシュでビンゴ。スマッシュでビンゴってとこっすか。面白そうっすね。なんで急にその名前が出てくるの。いいな、それ。お、ジャッカル、え、赤や二王になるのか。この三人か。誰選んでもいいわけだからな。お、それびっくり。沢田もだっけ。の決まっているだろう。お前たちのそう。何をしでかすかわからん。あ、確かに。やっぱり神所の方。ジャッカルは別に何もしでかさないだろう。おう。あ、ジャックル神どこに行くのじゃ。あ、行かない。どちらかというと文太とかの神どころに参加しましょう。俺もそうするとしよう。ああ、まあ柳がいれば大丈夫そうだな。うん。スマッシュでビンゴと神どころに決定する。随分と真逆な方向性だよな。うん。さあ行きましょう。そう、紙どころかやってたね。それはさあ、まあ最初の方はまあ誰に話しかけてもね別に変わらんので、ただ方向性はもうそろそろ決めないと
仁王がね、人気みたいなんで、じゃあ仁王を迷った挙句じゃあ、することにしました。ということで、まあまずはミニゲームだとかやってみます。あ、八木先輩。ああ、運営委員さん、たまたま見かけたので声をかけます。ああ、そうで、ああ、おい、立会の運営委員、暇そうだ。今手が空いてます。さっき届いた荷物、サイズはでかいが軽いからお前だもん。でやるよ、段ボールで10個も荷物が来るなんて委員長も言ってくれればいいのに。出口ってる場合じゃないわ、頼まれたんだからしっかり込まないと。思ったより軽いんだ、これなら2つ一緒に持てそう。大丈夫、一気に運んじゃおう。さすがに2個もするとちょっと傷が、もちろん前が見えないし重い。これは失礼しました。おけがはありませんか。すいません、大丈夫で。いや、秋田先輩、あなたでしたか。なんか紳士だね。いえ、ぶつかったのは私の不注意です、申し訳ない。ところで、その段ボールはどこへ運ぶんですか。委員会室に運ぶ途中だったんです。そうです。いいえ、先ほど、うん、それ、ええ、なんかいい人だね。いえ、あ、では大丈夫ですよ。あなたはそんなことを気にする必要はないのですよ。あなた一人で運ぶには、ま、こんないい人だったんだね。え、いい、して、赤や。あ、桐原くん、あれ、寝てる、疲れてるのかな。とは言っても豪華しブースの下見返し起こしてあげないと。もう運営委員の長いよ、もうすぐブースの下見があるよ、ちゃんと来てね。ああ、そうだっけ、寝過ごして真田副部長にたるんどるって。その先輩厳しそうだもんね。厳しいなんてもんじゃないぜ。ま、何にしても起こして。さあ、下見の時間、これがスマッシュってビンゴの予定地になります。必要な資材を委員会で手配します。どんなものが必要ですか。まずはラケットとボール、それにネットかな。肝心の的はどうするんですか。調べてみたらレンタルしてる業者がありました。ほう、便利な世の中。あとは受付の台、看板、上り、各種飾り付け、そんなもんだろう。あと的の数なんですが、この広さなら横に3人同時に並んで遊びます。ですから3つ用意しようかと思うんですが。そうだな、その方が客も待たずに遊べるだろう。回転率も上がり、売り上げも伸びる。よし、的は予備も含めて5台用意してもらおう。わかりました、テニスボール、ラケット、ネットは倉庫にあります。的は23日朝には用意できます。うん、手配するということで、柳、習字ですか。書道と言ってほしいな。すいません、すごくお上手です。まだまだだ。そうなんですか、なんだかすごく丁寧な字、綺麗なんです。源一郎に言わせると、形を気にしすぎて窮屈だそうだ。真田先輩が、ああ、俺の書道の師は源一郎だからな。うまそうだよな。似合いすぎ似合いすぎだと思う。確かに二人ともなんというか、とても大人びているから。そういう風に言われたのは初めてだな。だが悪い気はしない。そうですか。書道は、さあ、文太、
丸井先輩、ちょっと質問なんですけど。長く先輩は試合の時もガムを噛んでるんですか？ああ、そうだね、噛んでるけど。確かに真田先輩に怒られたりしません？はあ、知らねえのか、ガムのリラックス効果。リラックス効果？そう、ガムを噛むとリラックスできて本来の力が発揮しやすくなるんだぜ。プロ選手でもね、してる人 いるような気もしなくもない。ついでに噛み合わせも良くなるから、インパクトの瞬間に力が入りやすくなる効果もある。あ、本当なのそれ？ああ、メジャーリーガーもよくガムを噛んでるだろ。丸先輩物知りなんですね。まあな、と言いたいとこだが、全部柳の受け売りだ。なるほど、ガムね、膨らましてる、ずっとそれでもいいと思うんだけど。そうか、いいね。この絵がね、運営シークレットでなかったからな。まあ話題は何でもいいか。宿題の話題、うん、まだダメだろう。ここが紙床に割り当たれた部屋です。広さ的には申し分ないですね。表に長椅子を置きたいんだが構わないかな？大丈夫です。テーブルや食器類は借りられんの？用意できます。あとのれんなんかも特注で製作できますよ。それはありがたいな。あと野立傘と紐線を頼みたいのだが。野立傘？紐線？茶道でいう野立、野外の茶会で使うもの。なんかちょっと和風になりそうだよね。野立傘とは和傘の柄が長いもの、紐線とは黄色の敷物のことだ。ほら、よくあるでしょう、時代劇や京都の特集などで。ああ、見たことあるようなないよ。いかにも紙どこといった雰囲気になりそうですね。用意できると思いますよ。本来ならば食器も備前などで統一したいところ、まあ、そこまでな、本格的にやる必要は。そこまでやることもあるまい。他に必要なものは今のところはそれくらいでしょう。うん、わかりました。何か不足が出ん。ということで、夕方。まあ、とりあえず話そう。ん？それダーツですか？あ、ミニダーツよ。そんなちっちゃいのがあるんですか？しかも電子タイプでの、計算も楽ぜよ。ダーツはちょっとした時間に楽しめるしの、それに精神集中にはもってこいじゃ。先輩はダーツうまいんですか？見ときんしゃい。ひょっ、おー、すごい。ブルーズアイっちゅうてな。まあそうだね、特に真ん中の部分はダブルブル で、むしろ真ん中じゃない方がいいんじゃない、ま、よく狙う部分。ダーツ確かいろいろなルールがあるんですよね。点数計算も難しいみたいだし。なーに、まあとりあえず狙ったところに当てるのがまずダーツの処方だよな。楽しさが分かってきたら次のステップに進めばええ。そうね、まず楽しむことを覚えることがコツなんですね。まあ気が向いたら教えちゃる。教えてほしい。今日はこれから作業があるんでな。ここまで。よしよし、上がってきた。さあ、まあ話題なんでもいいか。赤谷、あんた、あ？まあ、ダメだろうからね。んじゃ、まず真田から行こうか、じゃあ。何の話をされてるんですか？委員会への議点担当。さっきの赤やジャッカルはパネルの作成、集客に関しての情報は仁王に調べてもらう。フレーム、あれパネルの作成って
的な的はレンタルしたものがありますよね。俺が試しにやってみたが、フレームが曲がりパネルも暗くなるほどね。あれではダメだ。試しにやったんだ。それは先輩のスマッシュが強烈なのでは。あんな軟弱では物の役に風林火山。それでパネルはこちらで作り、フレームも補強する。あ、まあ作ってくれんならいいよ。あとその他の材料の手配などのことも俺がやっている。誰か異論は？いいんじゃないか。別にないっすよ。俺もそれ、うん、では連絡。OK。 あの真田先輩、さっきの分担だと真田先輩の作業が多くなってますから、何かお手伝いすることはないですか？お前に手伝ってもらうことは何もない。お前は委員会での作業と俺たちへの。本当にお手伝いはいらないんですか？俺たちの模擬店の方で頼むことはないが、柳たちの模擬店では必要になるかもしれない。ああ、そっちの方に行った方がいいってことね。それは必要ない。俺たちですべきことは全部やる。お前は自分に課せられた仕事をこなして、俺は決めたことを変える気はない。これ以上の話は無駄だ。信念が固いね。これがリスト。こっち行ったら、ね、全て倉庫にあるそうだ。明日までに揃えてくれればいい。頼んだぞ。わかったわかった。おや、どうしたんじゃ運営。あ、いえ、何かお手伝いすることはないかなと思って。おー、そいつは助かるの。実はさっき真田からこのリストにあるものを用意するように。この資材は倉庫にあるものですね。そうなんだが、とにかく数が多くて気が重い。よかったらお手伝いしましょうか。いいのか？結構手間かもしれんが。二人でやればきっと半分の時間で済みますよ。それに皆さんのお手伝いすることが私の仕事ですし。そうか。じゃあ、ああ、いや、ちょっと待った。今から他の用事があるんでな。じゃあ昼の2時に。お、いいね。ここで待ち合わせでどうじゃ。早い段階でも約束をするのかい。これ約束破ったらかなり好感されそう。ではこれよりアトラクションに関するミーティングを。あれ、アトラクションは他校のメンバーと組んでもいいんだろう。だったら他校と一緒にミーティングしないとまずいだろう。大丈夫です。そこのパソコンで他校と連絡を取ってます。演目やメンバーはすぐに分かるようになってますので。あらま、便利だね。うん、早速エントリーがあった。ロックバンド不動峰の会で、これ誰のロックバンドか。いや、六角の佐伯がボーカルユニットを提案した。続いてルドルフの演劇ね。タイトルは見て。お、そいつはスリルがあって。わかった、赤谷は演劇に参加だ。ああ、協定の向日がストリートダンスを提案した。へえ、了解した。文太はダンスに参加。また一つ提案が入った。不動峰の立場いいんでないの。そうだ、うん、ようだった。いや、まだあるな。真田先輩は？俺、水木の演技か。おう、そりゃそうだね。なんでここで演技にしたんだろう。別にまだあれ時代劇やるって決まったわけじゃない。うん、俺はさ、別にいいじゃないですか。強制じゃありませんし。そうだな。ああ、なるほど。じゃあこれやらなかったっけ。なんかどっかいなかったっけ。そうなのね。まあとりあえず真田に、まあとりあえず一旦足をしないと。まあ誰でもいいんですけど。天気の話題、OK、で、はい、じゃあ午前の約束守ったよ。あ、おまけに空調が切れて、めちゃくちゃ蒸し暑い。それにしてもこれじゃどこにあるか分かりませんね。まず整理整頓しないと。ああ、やらんといか。とにかく始めましょう。なかなかはかどらんな。
本当にぐちゃぐちゃになってて、はあ、暑いしだるいなあ、ちょっと用事があるんじゃ。少し、はい、構いませんよ、私は片付けてます。じゃ頼む、頑張らなきゃってずっと書いてこないの、それひどくねえか。